ればっていうことか。いや、あの逆にいなくてよかったなって思ってますもう言ってたら大体ここで攻められて終わりですこんばんは、 こんばんは、報道ステーションです。今夜私たちは東京六本木の欅坂に出てきています。今日からマスクをつけるかどうかは個人の判断に委ねられているんですが、こうして見る限りそうですね、やはりほとんどの人がマスクをつけていらっしゃいます。今週はお休み中の小木アナウンサーに代わって伊沢アナウンサーに担当してもらいますが、どうですか、やっぱりまだ様子見というところでしょうかね。そうですね、私も今日バス乗ってきたんですけども、車内空いていても皆さんマスクつけていて、まあ、昨日おとといとあまり変わっていないような感じがしましたね。はい、今日私も出社するときマスクつけてきましたし、なんとなく当たり前になってしまっていて、外すときに抵抗があるなっていうふうに感じてしまいますね。はい、はい、街の変化はゆっくりとゆっくりとなんですけれども、WBC の盛り上がりはもう頂点に達しているようです。スタジオには今日も松坂大輔さんに来ていただいています。松坂さん、そして安藤アナウンサー、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、1次リーグを4連勝で首位通過した侍ジャパン、準々決勝の相手が決まりました。このところ急速に力をつけてきているイタリアが相手です。ベンチで大あくびを見せたその10分後でした。捉えた、行ったろ、打球は満員のライトスタンド上段へ。やりました、見せました、これが大谷翔平だ。4連勝で準々決勝へ駒を進めた日本。ヨーロッパの古豪イタリアを迎え撃ちます。ニプロ、セブン&アイホールディングス、コーアがお送りします。例えば輸液の管理や体温、呼吸数などのバイタルデータも自動で送受し、病院内でも病院外でも正確な情報を共有。医療現場の働き方改革をデジタルトランスフォーメーションで支えるニプロ総合医療ネットワーク。よし、すべての命に喜びを。医療機器、医薬品のニプロです。地域の絆で持続可能な社会を目指すために、セブン&アイグループでは自治体の皆様と包括協定を結び、地産地消の活動に取り組んでいます。例えばセブンイレブンでは、地域によりその土地で収穫された小麦を使用したうどんをお届けしています。地域の皆様と一緒にできることを。明日にいいこと、つなげる、続けるセブン&アイホールディングス。大腸のこと調べてみたんだけど、あなたも便通が乱れてるでしょ。それ大腸に問題ありかも。え、医薬品のザガードは3つの菌と薬効成分が大腸の状態を正常に近づけていく。一緒に始めよう。昨日の疲れが抜けてない。疲れが溜まっちゃってもうダメだ。キューピーコアゴールドアルファプレミアムはビタミンと5つに増えた生薬が体全体の疲れによく効きます。1回1錠で効く。キューピーコアゴールドアルファプレミアム。未来のことなんて誰にもわからない。みんな不安を抱えているし、その不安をゼロにすることはできないかもしれないけれども、もっと大きな安心であなたを包み込むことができたら、未来を希望にあふれるものにできたら、明日を安心に変えていく。安心なら安心だね。変わり続ける世界に安心を。東京海上日動安心生命。さあ、ここからは松坂さんと週末の侍ジャパンの試合を振り返っていきましょう。土曜日のチェコ戦はマウンドで21歳の若い2人が輝きました。大谷選手からも声をかけられ、先発のマウンドに向かったのは WBC デビューの21歳、佐々木朗希投手です。注目の1回。この日最速164キロが出ます。
ゴールになりましたけど素晴らしいボールでしたね、はい、初回から160キロ連発、敵も味方もこの表情です。2回には163キロのストレートで空振り三振。松坂さん、立ち上がりどうでしょうか。はい、立ち上がりから本当に素晴らしかったですし、まあ、このストレートに関しても分かってても打てない、まあ、そんな勢いのあるボールでしたね。当てるのが大変なほどのストレートなんですね、はい、そしてフォークで空振り三振、しっかり落ちてますね、はい、4回途中まで投げた佐々木投手、11個のアウトのうち8つが三振でした。いや、思った以上にこうチェコの打線がですね、まあ、ストレートに対応してきたんですけど、まあ、そこは反応を見てバッテリーでちょっとこう攻め方を変えた結果、まあ、この三振の数につながったと思います。さすがの奪三振力を WBC でも見せました。さあ、宇田川投手からつないで21歳宮城大弥投手、5回からロングリリーフです。はい、8回2人目からは奪三振ショー、うん、いやー、宮城投手らしい緩急がバッチリ決まってますね。はい、見てても気持ちよかったですね。はい、5者連続三振もありました、はい、21歳同学年2人の好投が光った侍ジャパン。いや、宮城投手本当にこうカーブにストレートにとくると絞れないですね。いや、本当ですね、まあ、強化試合の時はまだまだだったんですけど、こうしっかりこう状態を上げてこの大会に臨んでくれました ねえ。チェコに10対2で快勝です。続いては昨日行われたオーストラリアとの前哨対決。初回から大谷選手が驚きのバッティングを見せます。ノーアウト2塁1塁で初球カーブを空振り。この空振りを見たらバッテリーはもう1球同じところに投げたくなりますよね。お、2球目は打った瞬間確信、これが WBC 初ホームランです。いや、まあ、1球目見てこうすぐにこう対応してきましたよね、まあ、ちょっと甘くなったボールですけど、はい、まあ、少しこうタイミングも抜かれた感じに見えたんですけど、まあ、飛距離にはやっぱり驚きましたね。打球速度が速すぎて私現場で一瞬見失うほどでした。いや、それぐらいもうすごい勢いの打球でしたね。いきなり大谷選手のスリーランホームランが飛び出し、日本が3点を先制します。続く2回、好調の近藤選手はこの日もタイムリーヒット。本当絶好調ですね、はい、4試合連続ヒット、勢いが止まりません。さあ、野手陣も初回から全開でしたが、投手陣も WBC 初マウンドの山本投手、フォークで三振を奪うと今度はカットボール。3回には154キロのストレートで三振。松坂さん、キレッキレですね。いや、もう立ち上がりから、まあ、ストレートも変化球も全て良かったですね、まあ、WBC 初登板でしたけど、まあ、その、まあ、緊張感のある中で素晴らしい立ち上がりだったと思います。4回もオーストラリア打線をねじ伏せ、8奪三振無失点で後続にマウンドを託します。2番手はこちらも今大会初登板の高橋奎二投手、ストレートで三振、さらにストレート、ストレート、ストレートで三球三振。どうでしょうか。いや、高橋奎二投手もずっと好調をキープしていますよね、はい、前から素晴らしいストレートです。ぐっと伸びていってますもんね、はい、もうストレートに強いこう外国人打者も全くついていけてないですよね。高橋投手2イニングを無失点で抑えます。初登板3番手の大勢投手も無失点ピッチング。 WBC でも大勢投手はガチと、湯浅投手とつないで最後は高橋宏斗投手がきっちり仕留め、日本が勝利、1次ラウンド首位通過を決めました。
さあ全勝できましたが、日本の1次ラウンド振り返っていかがですか。はい、打線のつながり本当にいいですね。上位打線は期待通りの活躍、そして下位打線もですね、こうどうにかして塁に出ようとしていい流れを作っていると思います。その中でも吉田正尚選手の活躍が印象に残っています。はい、吉田選手1次ラウンドは打率4割1分7厘8打点と頼もしい5番でしたね。いや、非常に頼りになる存在でしたね。それを象徴するシーンがチェコ戦にありました。はい、相手の先発サトリア投手なんですけど、ストレートは120キロ台で、そのストレートに近い軌道で沈むチェンジアップが得意な南東派です。普段試合ではなかなか目にすることがない遅いボールにタイミングを取るのに、苦戦していましたよね。この試合大谷選手もこうなかなか合わず、そうですね、手が出てましたもんね。はい、この三振も非常に印象でしたけど、はい、印象的でしたけど、皆さんが思っている以上に遅いボールの対応は難しいですね。はい、で WBC は球数制限もあるので、慣れる前にピッチャーは変わってしまいます。そこで一発で仕留められるかがポイントです。さあ、ただ吉田選手は第一打席ですね。はい、1球目ストレートを見逃してタイミングを測ってます。はい、2球目、これをカーブをファウルにするんですけど、ここも少しタイミングが早かったなと本人は思ってると思うんですよね。そんな中3球目ここ115キロのチェンジアップをこうしっかり引きつけて、センター前にヒットしますね。これグッと待ってのコンタクトなんですね。はい、ここ1球2球でこう対応したこの対応力の高さですよね。はい、そしてもう一つこうピッチャーの足に注目してほしいんですけども、はい、1球目足を高く上げて投げています。はい、そして3球目ですね、こうクイックで投げてこうバッターのタイミングを外そうとしているんですけども、それでも吉田選手は即座に対応できてました。国際大会は初対戦の変則ピッチャーに苦しめられることが多いので、吉田選手の対応力の高さは今後に向けても頼りになると思います。吉田選手が5番に座っているっていうのが本当にチャンスでも必ず返してという1次ラウンドでしたね。心強いですね。はい、さあ日本は1次ラウンド4戦全勝ときましたが、はい、松坂さんが投手陣どう見たかというのを伺っていきます。はい、ずっと言ってきてるんですけども、この第2先発ですね、僕が注目してきたのは、はい、第2先発、1次ラウンドは戸郷投手、今永投手、宮城投手、高橋奎二投手と皆さん投げていきましたが、そうですね、はい、やはりこう皆さんこう普段は先発をしているの で、ね、準備の仕方も違いますし、本当にこう周りが思っている以上にこの2番手でマウンドに上がるというのは非常にこう難しいんですよね。その中で普段と違う仕事をしなきゃいけないこう状況の中で、みんなこの素晴らしい役割を、はい、果たしてくれたと思いますね。今永投手は本当にこうビハインドの難しい場面でという登板でしたし、はい、宮城投手はセーブがつきましたからね。いや、宮城投手のピッチングも驚きましたね。はい、本当にプロ入りから先発しかしていなかったのに、はい、っていうところで、はい、松坂さんはそうですね、僕も2006、2009年と出たんですけども、2009年の時にはちょっと第2先発のこう、打診もされたんですけど、はい、僕自身正直難しいと感じたので、当時の山田投手コーチにも、はい、僕はできないですって言って、断ったぐらい本当に難しいポジションなんですよね。はい、その中で皆さん本当に素晴らしいピッチングをしてくれたと思います。はい、松坂さんはこの WBC 開幕前から第2先発大事ですよっていう話を確かにおっしゃっていて、はい、逆に見るとその日本が対戦したこれまでの相手チームは先発が仮に良くてもですね、第2その2番手3番手継投すると、はい、その得点失点をする、つまり日本が得点をするっていうケースが、逆から見るといかにこの日本の第2先発以降の投手が素晴らしいかっていうのは分かりますよね。そうですね、他の国とこう対戦してるのを見てても、このピッチャーの後にまたこうレベルが落ちてくるピッチャーが出てくるとこう、分かってるので、はい、なんか見てるこっちは安心するんですけど、日本の場合はそんなことはもう全くなくて、やっぱりこの投手陣のこう層の厚さはもう世界でもこうナンバーワンと言っても
相手からするともう逆に日本を攻めるのは焦りもあるでしょうし、はい、とにかく少ないチャンスをものにしなければっていうその切迫感があるので、はい、そういう意味でも優位に試合を進められますよね。そうですね、やっぱりこう日本のチームにとってはこの投手力のレベルの高さというのは非常に心強いものになると思いますね、はいはい、そして侍ジャパンのもう一人のキーマンといえばこちらヌートバー選手です。プレーだけでなくムードメーカーとしてもチームを牽引、チームに欠かせない存在となりました。よし、捉えた、よし、どこ抜けた、アルラ3人蹴ってホームに帰ってきました。少年時代から思い続けたこの日本代表でのプレー、ヌートバーがタイムリーヒット、1点を返しました。さあこれで2点差です。ヌートバーが同点のランナー、その1点は逆転の起爆剤となる。センターとショートの間どうか、ダイビング、ヌートバー取っている、ナイスプレー、取っている、今日も守備で日本を助けました。見事なプレーをヌートバーが見せました。いやー、古田さん取ってますね。取ったね、ナイスプレー、いやー、これは満点だ。闘志むき出しのファインプレーで相手の反撃の芽を摘み、そう、攻守全てで魅了する若き侍の覚醒は快進撃の原動力となっています。サプライズ選出、日本では無名のメジャーリーガー、その評価はたった1週間で覆されました。頑張れます、さあ最高、日本のムードメーカーとしての姿、そして一アスリートとしての立ち振る舞いにも称賛の声が絶えません。帽子を取ってお辞儀をして誰かに教わってるんでね、ひょっとしてお母さんかもしれないです。全身全霊で野球と向き合うヌートバー選手、ロッカールームに飾られたこの一文字は母久美子さんが送ったものだそうです。日本中がヌートバー選手ファンになっているようなムードですね。ですよね、松坂さんはプレースタイルどうご覧になっていますか。見ててもとにかくこう何事にもこう全力で取り組むっていうところですかね。中でも、ね、そうですね、もう常にこう全力疾走というんですかね、で塁に出ればこう常に次の塁を狙う姿勢というのをこう見せてくれてますよね。非常に積極的な走塁っていうのが目立ってますよね、はいはい、このシーンもそうなんですけど、この送球の間にセカンドに進むんですけど、しっかりこう周りも見えてるというんですかね、はい、こういうこう意識の高い走塁というのはチームにいい影響を与えると思います。はい、打率も4割超えで、チャンスメイクもしますし、はい、チャンスで回ってきた時に、はい、こうコンパクトにセンターに返すようなイメージがあるんですけど、強引に行くっていうところ、はい、打席がほとんどないですよね、ピッチャーからすると、はい、やはりこう強引に来るバッターの方がかわしやすいので、はい、それをこう、ヌートバー選手左打ちですけど、こうセンターからレフトにかけてこう打ち返してくる、このバッティングはピッチャーにとっては本当に嫌ですね。はい、一番びっくりしたのはこのヌートバー選手ですよね。やっぱりスタンドを味方につけることができるっていうか、そういう力を持つ選手がいると、本当の接戦の厳しい時に最後の一押しっていうか、勝利に向けた一歩になるような気がするんですけど、どうですか。そうですね、ああいうこう雰囲気を持っている選手というか、本当に球場全体を味方にできる選手がいるっていうのは本当に心強いですね。はい、渡辺さんも
普段こう野球詳しくなくても乗れるっていう、ね、話さっきこのポーズはやっぱりやっちゃいますよね、うん、これでなんかチームが明るくなってる感じもまたしますよね、うん、そうですね、うん、あのこうパフォーマンスでこうチームがこう一つになっているというかね、ペッパーミル、はい、ね、はい、あの木曜日の準々決勝もこれが、はい、数多く見たいですね、はい、さあいよいよ今週木曜日準々決勝に臨む侍ジャパン、相手は大混戦のプール A を勝ち上がったイタリアです。どんなチームなのか見ていきましょう。イタリアの監督はマイク・ピアザ。ドジャースで野茂英雄さんとバッテリーを組んでいた日本でもおなじみの人物です。選手たちはピアザ監督に敬意を表し、同じ口ひげスタイルに。キューバとの初戦、ノーアウト2塁から始まるタイブレーク。イタリアはいきなり3塁へ盗塁。ピアザ監督仕掛けると、2番バレンテのヒットで勝ち越し。さらに4番ドミニク・フレッチャー。そしてロイヤルズのロペスが2点タイムリーを放ち、この回一挙4得点。強豪キューバを撃破します。1次ラウンド最後のオランダ戦、この試合でも持ち前の集中打が出ました。この回一挙6点を奪い逆転します。しかし6回表、ヒットとフォアボールでノーアウト満塁のピンチに。ここをショートフライ、三振、これでツーアウト。空振り三振、ピンチを無失点に抑えたイタリア、2勝2敗で準々決勝進出を決めました。 I know what Japanese players can do. Quite frankly, in the last 25 years, they've been getting bigger and stronger. So they're also bringing into the power game, as we've seen. So ultimately, a game against Japan will not be easy. おやすみなさい。おやすみなさいという言葉もありましたが、松坂さんは改めてピアザ監督の印象、はい、いかがですか？僕はドジャースの時に野茂さんと、バッテリーを組んでいた、まあ、そして強打のキャッチャーのイメージですかね、はい、こうキャッチャー出身の監督というとどんなイメージですか？はい、まあ、こう日本からするとこう外国のチームというのはただこう打って投げてという、こうイメージがあるかもしれないんですけど、こうキャッチャー出身の監督というのはこうどこの国とか関係なく、やはりこう緻密な野球、細かい野球をしてくるイメージがありますね、はい。まあ、例えば、まあ、本当に細かくサインを作ったりとか、いろんな想定をして練習をしたり、やっぱそういうのはキャッチャー出身の監督っていうのはよくやるイメージがありますね。なので、まあ、なんとなく少しこう日本はもしかしたらやりづらさを感じるかもしれないなと思いながら見てますね、はい。そしてイタリアチームの注目選手はどなたかいらっしゃいますか？まあ、大谷選手の同僚 のフレッチャー選手ですかね、はいはい、デビッド・フレッチャー選手ですね、はい。まあ、大谷選手、まあ、先発も予想されていますけど、はい、どうでしょう、チームメイトに投げるというのは。これはもう関係性から言うとピッチャーはもうただ投げづらいと思いますね、はいはい。もうバッターはそんなことないと思うんですけど、ピッチャーはやりづらいと思います、はい。なんかピアザさん、野茂さんとバッテリー組んだピアザ監督、そしてフレッチャー選手、大谷選手の盟友ですよ ね、 そうですね。なんかご縁を感じますね、このイタリア戦はい、なんか楽しみなんですけど、まあ、デビッド・フレッチャー選手、まあ、エンゼルスで一緒なんですけど、まあ、こうフレッチャー選手しか持ってない情報を持ってるんじゃないかなって思ってるんで、ちょっとこう不気味にも感じたりするんですけど、はい、ありがとうございました。それではこの WBC についてはまた後ほどスポーツコーナーでお伝えします。続いて、今日からマスク着用のルールが緩和されました。その初日の夜、東京新橋の駅前に下村アナウンサーがいます。下村さん。
新橋駅前、ちょうどこの時間帯は仕事帰りに飲みに行ってこう帰ってくる方というのが多いんですけれども、街の様子